はい、はい、どうも、ちょぶりです。てことで、今日はですね、エピックガチャ最強育成回出やった いきたいいとと思いますすてこでで毎週恒例のエピック最強育成回数なんですけれども今週もエピックガチャの起きましたということで、今週のエピックガチャはですね、さっきも開設したんですけれども、こちらのエピック AC ミランとエピックチチャリートの2つが登場しております。で、今回こちらですね、エピック AC ミランということで、このフィリッポ・インジャイン・カカ・カフー、この3名の最強育成回数の方をやっていきたいと思いますで。このチチャリートの方はね、まあ正直ちょっと微妙かなって感じがしました。 まあ、悪くないかなってね、最初思っていたんですけれども、ラインブレーカーじゃなくて、まさかのボックスライカーってことで、前ってちっちりと、ラインブレーカーじゃなかったですかね、こう変わったんですかね。まあ、身長もね、高くないんで、召喚いいかなと思ったんですけれども、能力的にはまあ、普通かなって感じですし、これにプラスしてスーパーサブということで、正直にまあ、C フロスパーサブってね、まあ、レオンを含めてたくさんいい選手がいるんで、わざわざ課金して引くことでもないのかなって感じがしましたね。一応、こっちはね、50名のボックス揃う方ということで、まあ、5 0回引けばね、必ず引く ことがで、きるるるんんんででで、まあ、それ以外の配手手に入るんで、ね、気にに手入ね気ななな方は引いてもいいいいてもじゃないかなと思いますで今回、こちらですね。AC ミラーエピック会社ということで、こっちがね、かなり技に上がっているんじゃないかなと思います。特にこのカカですよね。やっぱり玄関今日でもこのカカはかなり強いということで、まあ、前回登場したね、ブラジル代表のカカとかとも比較して見ていきたいと思いますので、よかったら参考にしていってください。で、今度はこの3名の最強育成解説やっていきましょう。 はい。え、てことで、まず一人目はこちら、カフーの最強育成解説ということをやっていきたいと思います。今回のカフーはね、かなり強いと思うんで、個人的には今回のミランガチャの中でも、結構当たり枠だと思います。てことで見ていきましょう。まず今回カフーがですね、え公園的サイドバックということで、レベルが33レーンまで上がりますね。できるポリションも変わらず、右サイドバックと右サイドハーフということで、まあ、使うのにやっぱりね、右サイドバックがいいんじゃないかなと思うんですけれども、これは完全に、右サイドバック用に育成しましたね。これ結構強そうじゃないですか 属地もこれでチームスタイルが乗っかってくるとはいこうなりますということでまずパスを6上げてグランターパスとフライパスがね80以上乗るように育成しましたでドリブルを5上げて一応ねボールキーパーは70以上らなかったんですけれどもドリブルが81ボールコントロールが85ってことでこれも結構高めになってますねでクイックレスを4上げして瞬発をねチームスタイル込みで8以上乗るように育成していましたボディコンは74ってことでまあサイドバックにしては悪くないんじゃないかなと思いますで106も8上げてこれでねスピードが90スタミナ94も できます。ということ、やっぱりこの足の速さめっちゃ魅力的ですよね。エアバトル7上げて、これもねフィジカルコンタクトがチームスタイル込みで80になるように育成していました。で、ディフェンスを順に上げて、ボールダッシュは90まで行きますと。とで、守備意識とアグレッシブネスも85半まで行って、ディフェンスセンスも85まで行くということで、まあ、これで b 固定ですからね。これはかなり強いんじゃないかなと思います。スキルも相変わらず、ね、結構優秀です。ということで、アクロバティックや闘争心らしく、インターセプトマンマーク、ピンポイント、クロスラボルライジングシュート喋るバックスピンダブということでまあ。花粉は、ね？ 攻撃的サードバックなんですけれども、意外とねインターセプトワンマークとかねディフェンス系のスキル持ってるのもいいポイントかなと思います。もちろんねピンポイントクロス持ってるのもかなりいいポイントですよね。まあ攻撃的サードバックなんでもう少しね攻撃的なドリブルとかねパスのロスとか上げてもいいかなと思うんですけれども、まあサイドバックでこんだけシビロの方の安心だよなって感じでディフェンスを中心に育成していました。まあスピードも90あって瞬発も80あってかなり早いと思うんでフィジカルも80あってこれで B コートはめちゃくちゃ魅力的だと思います。はい一応ですね以前と 登場した過去最強って言われていたエピックのね、花粉と比較して見てきたと思うんですけれども、こんな感じになっております。オフェンスエスとかね、正直攻撃面に関しては今回圧倒的に負けているんですけれども、このディフェンス面に関して今回勝っているということで、守備意識が6勝っていて、ボールダッシュが2勝っていて、アグレッシブレスも1勝ってますと。で、スピードに関しても3勝っているということで、まあ、ボディコンとかね、やっぱりこの攻撃面で活躍するポイントに関しては負けているんですけれども、ディフェンス面に関しては勝っているということで、いや、個人的にはね、今回の僕は強いんじゃないか と思ってますあと、スキル見てっても、今回ね、この闘争心とかインターセプト追加されてますよね。これもかなりいいポイントだと思います。結構闘争心もインターセプトも重要なスキルなんで、これが追加されているっていうのもね、間違いなくいいポイントなのかなと思います。これ見てってもね、今回の画風は僕はね、過去最強なんじゃないかなと思います。まあ、たまに使ってる方もいますけれども、やっぱり右下のバックをね、B コーテーで使えるってのはめちゃくちゃ大きいと思うんで、個人的には今回の花風はね、結構トップクラスで当たりなんじゃないかなと思います。ぜひね、新たな方は使ってみてください。ってことは一目 が花風でした続いて2人目見ていきますはいえってことで2人目はこちらフィリップインザーギの最強育成解説ということをやっていきたいと思います正直ね今回はビッグタイムでインザーギ登場したんですけど僕はね今回登場したインザーギ花風かかの3人の中では一番ねインザギが外れなんじゃないかなと個人的な今のところを思ってますねちょっと見ていきたいと思うんですけれどもインザーギがラインブレーカーで CF 登録ということでレベルが31までまだあるんですけれどもできるポジションがセンターフォアのみということでセカルトップ ね、適正が薄めでついておりますで、能力士こんな感じでだいぶね、ドリブルとクイックな逆力出身に育成したんですけれどもまあやっぱりオフェイス戦瞬発決定力、この3つは90超えてくるということで、これはね、かなりいいポイントかなとは思うんですけれどもそれ以外のところですよね、ドリブル能力士やっぱり少しね、11上げてもこれですしグランダーパス、フライパスもね、これ一応パスにね、お気持ちで上げたんですけれどもそれでも63ということでいや、パス下手すぎないかっていうね感じではあるんですけれども、フィジカルコンタクトは、まあ まあね、ワン,チャンなくてもいいと思うんですけどちょっと、まあ、尖りすぎかなっていうかね、瞬発とかオフス戦結局高いのはいいんですけれども、それ以外のところがちょっと微妙かなって感じがどうしてもしてしまいますよね。で、スキル見ていくとこんな感じなんですけれども、今回ね、スキル見ていくとこんな感じなんですけれども、やっぱりね、インザギスパサウ持ちということで、これでスパサウがね、ノールが乗っかってくるんで、もちろん悪くはないと思います。チームスタイル込みで、はい、こんな感じになるということで、だいぶね、オペ戦瞬発も96ということで、めちゃくちゃ高くなりますし、ボディコンも86という ということで使用感もね。すごい重いわけじゃないと思うんです。けれどもまあ、パスがどうしてもねえ。かなり低かったりとか、ドリブルに下ろしてもどうしても少し引っかったりとかするんで。まあこの選手をスパサブで使うかっていうと、他の選手でもいいんじゃないかなって気はしてますね。まあ、弱くはもちろんないと思うんです。けれども、これならまあ、他のレオンだったりとかそういうね。皆さんが持ってるような cf のスパサブでいいんじゃないかなって。気はどうしてもしてしまいますよね。まあ、スキルよりもスパサブ以外もかなり優秀でアクロバティックショー。シ超闘争心ワンタッチュとヘッダーミドルシュートワンパートスペンピリリーキーからライディングシュートってことで。 スキルはかなり優秀ですよね。バサブ以外にもワンパー,アートシーン持っていて、ワンシューまで持っていてヘッダーを持っているということで、スキルはほぼ完璧ですね。まあ、唯一言うならこの能力値でドリブル能力とね、パス能力をもう少し高かったら、間違いなく最強クラスのスーパーサブだったかなって感じがすると思うんですけれども、まあこれだけ見ると弱くはないけど、このインズアギーじゃなくてもいいかなって感じは否めないのかなと個人的には思ってますね。はい、ってことでこちらがですね、以前登場したエピックのインズアギーと比較するとこんな感じになるんですけれども、圧倒的に 界が強いといととうことでインザーギをね、もし乗り換えたいなって悩んでる方は、間違いなく乗り換えていいと思います。インザーギは好きで使っていて、どうしようかなって悩んでる方は、これはね、乗り換えるべきだと思いますよ。瞬発が10時間の、これエグすぎますよね。CF で瞬発これだけしなかったらだいぶ変わってくるんで、まあ、以前のインザーギに比べれば使用感はかなりいいと思います。ビッグタイムってこともあるんで、かなり強化されてる印象があるんですけども、まあ、弱くはないけど、無理して獲得する必要性はないかなっていう感じですね。まあでもどうせ こんな風に尖った能力してるんで、やっぱりそこを伸ばしてあげて、オフェンスに決定力とかね、瞬発とか、ま、中心に育成してあげるといいんじゃないかなと思います。パスに関しては、70乗せてあげようとすると、だいぶね、タレントポイント振ってしまうことになるんで、個人的にはね、パスにも振らなくてもいいぐらいかなと思いますね。まあ、ンザギ欲しいなーって思っている方とかね、これまでインザギ使っていて、使用感良かったなって思っている方は、間違いなくね、今回のビッグタイムインザギの方がいいんじゃないかなと思います。ただ、初めて獲得する方は無理して取らなくていいんじゃないかなと思ってますね。はい、ってくださるがインザギでした。続いて3人目見ていきま はい。え、てことで3人目はこちら、カカの最強育成解説ということでやっていきたいと思います。いや、これはね、皆さん一番注目している今回のカカなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、見た感じでブラジルエピックのカカを持っている方は乗り換える必要性はないんじゃないかなと思います。ただね、これまでカカを持っていない方は、これをね、獲得して僕はいいんじゃないかなと思ってますね。カカはね、個人的にはブラジルエピックのをずっと使っているんですけども、めちゃくちゃ強いんでかなりおすすめですね。見ていきたいと思います。カカはプレイスタルが2列目 からの飛び出しということで身長185センチレベルが32例まだあるわけなんですけどもできるポジションがセカのトップと OMF ということでどちらに使ってあげてもねニーズメーカーの飛び出しを発動するっていう感じになってますねで育成はこんな感じでやってみたんですけれどもまあ能力値かなり強いですよねこれチームスタイル乗っかってくるとはいこうなりますと これエグいですね。セカンドトップで裏総合値101まで行きますということで、ドリブルのロックスも全部90超えてきて、ボルコンは95まで行きますし、スピード瞬発も90超えてきて、瞬発は94まで行きますと。フィジカルコンタクトもね、上げてないんですけれども、73まで行きますし、ボディコンも85まで行って、決定力も80超えてきて、グランダーパス、フライパスも80超えてくるということで、これは本当に決定がない選手かなと思いますね。スキル見れてもこんな感じで、ダブタワンシューミドルウエット、ワンパー、アウトスピン、足裏スーパス、ックスミノブ、 ということでめちゃくちゃいいですよね。一応ねスキル追加でエラスコつけてあげれば特殊ダメタンスすることもできますし、ワンシューワンパーアウトスピンルーレットミドルスルーパスですよ。これはかなり強いんじゃないかなと思います。まあブラジルエピックの、ね、カーを使っている方はわかると思うんですけれども、本当にカカはね二列目からの飛び出して最強クラスってくらい本当に優秀なんで、持ってない方はねマジで課金しても獲得する価値あるんじゃないかなと思います。はい、以前登場したブラジルエピックのカーと比較していきたいと思うんですけれども、こんな感じになってますね。まずドリブルノックに関してはボルコンとボル ゴールキープに関しては勝っているんですけれども、ドリブルのロクに関しては負けてると、オフェンスエースに関しても5負けてますね。ただパスのロクに関しては、グランダーパス、フライパスどちらも勝っていますということで、それ以外のプレイスキック、カーブとか、ディフェンスノロクに関しては今回の方が圧倒的に上なんですけれども、まあ、ここに関しては正直ね、かかりに必要のない能力なので、まあ、ここに関しては正直ね、かかりに必要のない能力になるので、あんまり気にしなくていいんじゃないかなと思います。で、スピーシュンとボディコンに関しては今回は負けているということで、まあこんな感じ、全体的にはどうなんですかね。まあほぼ互角っていうかね、ただまあ 攻撃面に関しては若干ブラジルエピック、まあ、ボディコン瞬発とかスピード重要ですからね。まあ、ただね、ボルコンとかボールキップに関しては勝っていると。結構ゴブゴブかなと思うんですけれども、まあ、乗り換える必要性はあんまりないんじゃないかなと思います。無理してね、ブラジルエピックからこのミランエピックにね、乗り換える必要性はないと思うんですけれども、持ってない方はね、マジでおすすめですね。あと、個人的にこの今回のミラノエピックの可のいいなと思うポイントが、まずエッジターが消えましたっていうことで、これはね、僕的にはめちゃくちゃいいと思います。エッジターね、ルーレット出そうと思ったとに、 どうしてもエッジターンが発動し,てしまった時とかあるんですよね。さあ今回なくなったということで、これはね、かなりの魅力かなと思います。あとは今回なんと、スルーパスが追加されますと、いうことで、これはめちゃくちゃ嬉しいですよね。やっぱりセカンドトップとか OML 使うと、このスルーパスって必須スキルになってくると思うんで、そのスキルが最初から付いているというのはめちゃくちゃ魅力的かなと思います。逆に言うと、今回の他に関しては、この根幹が消えてしまったっていうことで、いや、これもなんとも言えないですよね。スルーパス取るか根幹取るかみたいなところあると思うんですけれども、本当にスキルを見てって、 でもこれ能力見ててもゴブゴブなんじゃないかなと思います僕はもちろんね獲得しようと思っていますけれども皆さんもちろんね無理して獲得する必要じゃないと思いますしカカをこれまで獲得してない方もねよく考えて引いていただけるといいんじゃないかなと思います個人的には B コテでこれはめちゃくちゃ強いと思うんで獲得した方がいいんじゃないかなと思ってますねはいえーということで今回はエピック AC ミランの最強育成解説ということをやっていたんですけれどもいかがだったでしょうか1番のたりやっぱりカッカーで2番カフで3番がインザインかなって感じがしてますねカフも過去 最強ということで僕的にはかなりいいんじゃないかなと思います印作業は弱くはないんですけれども無理したらなくてもいいと思いますねということでよかったらねこの育成とか参考にしていただけたら嬉しいなと思いますはいこんな感じでイクトボルドが毎日投稿してますのでぜひよろしければねコメント高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねー